スウィンバーン工科大学はオーストラリアのビクトリア州メルボルンにある公立大学。メインキャンパスはメルボルン郊外のホーソンにあり、メルボルン中心街から7 5トル離れた場所に位置する。スウィンバーンは4つのキャンパスを持ち、合計で6万人の学生が在学している。ホーソンのメインキャンパスに加え、メルボルン郊外ワンターなどクロイドンにキャンパスがある。また、 マレーシアのサラワクにもキャンパスがある。スウィンバーン工科大学の前身は、東部郊外技術学校で、1908年にメルボルン郊外放送にジョージ・スウィンバーンによって創設された。1913年、スウィンバーン技術学校に改名。1992年6月1日に大学として認可されたが、これはスウィンバーン工科大学法が制定されたことに基づく。 オーストラリアの高等教育における1990年代のドーキンス改革の結果、1992年にビクトリアカレッジと合併し、プラーラン郊外にも拠点を持つことになった。ビクトリアカレッジはビクトリア州最初の専門学校であるプラーラン技術者学校の敷地に校舎を有していた。1997年、スウィンバーンはビクトリア州 リリー・デールにキャンパスを設置した。1998年、職業訓練専門学校アウター・イーストインスティチュートと合併し、クロイドンとワンターナにキャンパスを設置した。1999年、スウィンバーンは国立曲芸芸術インスティチュートを設置した。2000年、スウィンバーンとマレーシアのサラワク州政府の協定に基づき、サラワク州にキャンパスを設置した。 2011年2月、先端技術センターを設置した。放ンキャンパス内の22000平方メートルの近代、建築デザイン建造物で、チーズおろしきビルと呼ばれている。ビクトリア州政府から2012年5月に、通達された、職業教育に対する予算削減に伴い、スウィンバーンは、リリーデールとプラーランキャンパスを閉鎖することを発表した。 リリーデールキャンパスは2013年1月に正式に閉鎖した。2013年8月、職業訓練専門学校のノーザンメルボルンインスティチュートと覚書を締結し、プラーランキャンパスを2014年に同行に売却すると発表した。国際的には、スウィンバーンは世界大学ランキングやタイムズハイヤーエデュケーション世界大学ランキングで301から400位。 2013年の QS 世界大学ランキングでは351から500位の評価を受けている。スウィンバーンの物理学科は世界大学ランキングで76から100位の評価を受けている。スウィンバーンの計算機科学、情報技術、社会学、心理学、コミュニケーションメディア学科は2013年の QS 世界大学ランキングで151から200位の 評価を受けているスウィンバーン工科大学はスウィンバーンカレッジを運営しており大学入学を準備している学生のための予備教育を提供しているスウィンバーンカレッジでは英語、基礎科目、ディプロマ、専門学年科目が教えられているホーソンキャンパスはスウィンバーンのメインキャンパスである職業教育課程、学士課程、大学院課程まで 幅広く教えられている。ワンターナは、職業訓練専門学校に特化したキャンパスである。健康、コミュニティサービス学科、資格芸術学科、ビジネス、会計学科がある。クロイドンキャンパスは、職業訓練専門学校に特化したキャンパスである。建設、大工、電気、配管などの訓練を行う。スウィンバーンは、プラーランキャンパスの運営を停止したが、 国立曲芸芸術インスティチュートは未だに同地に拠点を持つ。サラワクキャンパスはマレーシアのサラワク州区地に位置する。飼育株式会社との共同事業として2011年にスウィンバーンオンラインが創始された。スウィンバーン学生組合はスウィンバーン工科大学の学生を代表する独立組織である。全学生が加入できる。ありがとうございます。